上原浩二の雑談魂。今回のテーマは、うん、上原ジャパンを提案してみようです。はい、井端さんといえばですよ、侍ジャパン強化本部編成戦略担当という肩書。言える？言えない。自分の肩書き一応でも自分のポジションやね上原さんが選んだ侍ジャパンのメンバーを、まあ、現役の編成戦略担当の井端さんにぶつけようという、はい、1番ショート隼人、うん、2番 DH で吉田選手、うん、オリックスのね、はい、3番にセンターでソフトバンクの柳田選手、はい、4番でライト鈴木選手、うん、広島のね、5番ファースト村上選手、うん、はい、ヤクルト、6番セカンド浅村選手、7番レフト佐野選手、8番サード岡本選手で、キャッチ9番キャッチャーで甲斐選手、うん、どうでしょう。みんな候補入ってるね、簡単に言えば。一つ気になるのは、おお、佐野選手ですよね、うん、初めてでしょ。そうそうそう、だからこれはそういうのがやっぱね、うん、こっちとしてはね、レギュラーシーズンではああだけど、呼んだ時とそのあれでどうなのかなっていう不安はね、はい、やっぱ持っちゃうね、入ってると。だけど非常にね、首位打者とって対応力高いし、そうそうそう、いい選手っていうのは分かるけど、やっぱりぶっつけ本番で呼ぶって、うん、あとみんな呼んでるんですよ。だからこの4年間ぐらい稲葉さんになってから、はいはい、でも佐野選手は呼んでない、でも候補にも上がってるんですよ。絶対上がるでしょ、うんうん、こう本番に呼ぶとなったら、あとはもうね、上原監督の勇気と稲葉監督の勇気、うん、このここにかかってるだけです。いや、稲葉さんは本当の監督やからね。そう俺は監督じゃないから、ね、あの正直責任のない発言やからね。そうですね、あの飲みながら楽しくやるみたいなね、本当の飲みながらやってる。本当のね、稲葉さんが、うん、稲葉監督がそこを決断できるかできないかで、まあ、例えばじゃあ佐野選手は選びませんってなりました、うんうん、という時にレフト誰が候補になる？まあ、近藤選手とかじゃないですか。リチャームのね、はい、うんうん、彼の対応力と何とかしてくれるっていうのは、うんうん、もういつ呼んでて思っちゃってるんで、うん、どうなんでしょう。やっぱりあの国際大会というのは、まあ、お二人もご経験がありますけど、はい、そのレギュラーシーズンの戦いとやっぱり全く違うものなんですか？いや、気持ちはもう全く違います、ね、シーズンっていうのは負けても次があるけど、日の丸は負けたら次がないわけですから、まあ、そこが決定的に違うところですよね。あとバッターから言ってみたら知らないピッチャーなんで、ほとんどそこでなんかイヤじゃないですけど、ヤマハって行くとかっていう、なかなかできないんですよね。やっぱそこの1打席でもう命取りになっちゃう、勝敗左右する場面もあるんで、そこでこうなんか4打席あるうち1回ホームラン打てばいいんだろうっていうのも、そこはないなっていうのは思うんで、やっぱり本当なんかね、みんな口ではね、つなぎつなぎとか言うけど、本当につなぎだと思う、うん、なんとかこうね、フォアボールとかちょっとでも1個でも前に進めてヒットを打って点取っていかないと日本は勝てないのかなとは思うんで、だからやっぱりそうなってきた時にバッターっていうのは対応力が非常に求められるのかなと思うんで、なるほど、そこで、ね、呼んだことない人を入れるよりも経験値があるね、あった方がっていうのは、うん、ならざるを得ないのかなとは思っちゃうんですよね。まあ、あとは岡本選手、村上選手、うん、浅村選手、この並びですよね。あ、並びですか。井端さんだったら、まあ、村上選手はそこそこね、足もあると思うんで、うん、これで行くとしたら、やっぱあそこに行ったら各駅停車になりかねないんでね。各駅停車いや、だから1個ずつしか進んでないってことね。足があれば2個進む。そう、せっかくヒット打ったのに三塁ストップよりホーム行った方が1本で帰れるんで、うん、まあ、1、3塁、1、3塁をずっと作ってほしいっていうのもあるよね、うん、だけどポジションとか守りとかで言ったらもう素晴らしいかなと思うね。おー、うん、もうだから俺はこのカズマ入れたところで、うん、ドカーンって言ってくれと思ってる。そうそう、だからこれ非常にね、うん、替えの方で、うん、そうそうそう、ね、いいのかなと思うんで。いや、もう浅村君もドカーン言ってくれと思ってる、うん、もう佐野選手もドカーンって言ってくれと思ってるの。そう、でみんなドカーンでいいの。でもね、そう、プレミアの時に鈴木誠也の次に浅村だったの。ほうほう、このつながりは非常に良かったの。うん、ここはね、結構稲葉さんとか流れはね大事にするんで、そこは
崩さないのかなって思って見てんだよね。いや5番と6番を入れ替えるような感じかな。そう、うん、やっぱなんか鈴木誠也の後は浅村だなって感じだったんで。おお、あ、そういう、まあ、会話をされたんですか、それともそういう雰囲気。いやもうその流れでやっぱ結構ね活躍したの、結構とか、うん、かなり活躍してくれたんで浅村選手が、うん、やっぱ鈴木誠也あの時プレミアの時大爆発してたんで、うん、結構警戒されながら塁に出ることも多くて、その後にきっちり彼は反対方向に打てんで浅村ですね、うん、高打率残してくれたんで、やっぱこの並びは非常に強かったですよね。ああ、そうするともうこの4番鈴木誠也選手、5番浅村選手というのはもう固定で、僕は監督じゃないんでね、もっと言っていい、俺全く関係ないから、ね、でもこの打順になってたら俺びっくりするでしょ、そしたら俺が言ったと思うでしょこの打順になってたら、まあまあ、ビビるし ビビるし、俺すげえと思ってる。絶対あれですよね、その時の雑談魂でほら俺が言ったらこうなったんやって言ってる上原さんがちょっと見えました。 今こう見てたらなんか一番柳田も面白いなと思っちゃった。いや、それは俺も思った。こう今なんか見たら、うん、それはどうしてですか。まず率残せる人っていうのは、だから要するに出塁率ですよ。だから出塁率がいいから俺は一番に隼人を入れたのね、うん、そのシーズンを見て去年の、うん、なんか一番にいたら、うん、すげえなんかあとみんななんか楽しくやりそうじゃないですか、うん、なんか活気づきそうじゃん。あ、確かにあのスイング見たら。そう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 。あ、で結構相手もひるむんじゃないのかなっていう。でもね、柳田選手って一発もあるから一番で一発ってなんかもったいないな、まあ、ね、先頭打者ホームラン。そうそう、だったら出塁率のいい1番2番にその坂本勇人吉田選手を出して、で柳田選手でドカンもいいかなと思ったのね、うん、いや結構ホームランいっぱい打ってくれたんですよ日米とかでも、うん、その時になんか一番だったらかっこいいなと思っちゃったんですよね。あ、先頭打者ホームランとかサヨナラホームランも打ったんですけど、なんかあれでチームに勢いつけてくんないかなっていう、毎試合一番最初に立つわけですから。そうか、もったいないっていう感覚もありつつ、でもあえてもう一番に座ってもらうことで。それはあの僕が WBC1 回目行った時にイチローさんがね、うん、アメリカ戦でいきなり先頭バッターでホームラン打ったんですよね、うん、やっぱホームラン打った後その後のベンチの雰囲気ってもう最高にいいわけですよ、うんだから一番でそのホームランっていうのももったいないっていう考えもあるかもしれないですけど、勢いつけるっていう意味ではありっちゃありだと思うんですよね、うん、わー結構悩みますね。で結構近藤選手が結構ねジャパン呼んでもフォアボールとか選ぶんですよ、粘って粘ってとか、でそこちょこんってこうヒット打ったりとか、うん、で3番に置けばつながって鈴木誠也で決めてくれっていうのもありなのかなって。ちょっとこれねだけど難しいね。いやだからいい選手が多すぎるもん。そう、多すぎるからみんな4番も打てるしね、うん、ある程度。あれプレミアの時ハヤトは何番打ってたんだ。ハヤトはね最初ね3番とか6番とかなんか打って結果2番にしたら打ち出したの、固定した。だからやっぱ日頃慣れてるところが一番いいのかなっていうのはあったんだよね、うん、そういう感覚は選手の皆さんってあるものなんでしょうか。やっぱ意識はいっちゃうんですよね、一番だからとか。一番とか、うん、そう考えると柳田選手3番なのかなと思っちゃうしねこれが難しいんですよね。やっぱでも一番困るのは DH ですよね。 DH 慣れしてないとこれ困るんで、やっぱパリーグ、パリーグの選手っても結局みんな守ってる人たちもね、 DH って外国人選手が多いし、うん、だから前回多かったのが、まあ、吉田選手も DH やったんですけど、うん、浅村選手だったり、うん、山田テストが2人とも両方ファースト行ってもらってたんですよ、うん、でファーストでどっちかが DH でどっちかがファーストで出るみたいな感じになって、うんうん、やっぱ苦労するなって感じ。なんかいや特に山田選手、まあ、贅沢な悩みだよね、うん、考えてみれば。そうですよね、だって、ね、他の選手名前出さないでこのもうスタメンの中だけで、ああこっちの方がいいかあっちの方がいいかなって今もねなってますしね。いやでもね、稲葉さん野手出身やから打順だって選んでいいと思うのよ、うん、俺もし監督やったらちょっとバッサン打順決めてって丸投げいやいやほんま、もし監督やったらそうなると思う。井端さん、もし監督がそういう、まあ、上原さんみたいな方だったらどう思う。いや逆に楽ですよ、はあ、
その丸投げされた方がこういきますって説明もできるんですけど、野手同士であれするとやっぱその人の野球感と僕の野球感がちょっとずれたりとかした時に、まあ中にはまだ今2番最強説じゃないですけど、そういう強打者を置く中でもいや2番はつなぎだっていうの考える人もまだいるんで、これがやっぱり難しいですよね。そうだね、お互いの意見が合わないと OK が出ないわけだから、今一番困ってるのが二遊間両方守れる選手っていないんですよ、あんまりセ・リーグ、パ・リーグ見てて。ショートはできるけどセカンドはやったことないですっていう選手が昔はいっぱいいたんじゃない。だから井端とか、まさにそうですよね。井端だ、実際そうなんだって、プロスピでも動かへんもんね。そうそうなんですよ。一回だからショートに菊池選手を入れた、はい、だから全く動かへん、だそういうことなんですよ、なんかあれ今の日本球界ってそういう選手って少ないんだなと思って。言われてみればそうだな。なんでだと思いますか。わからないですね。練習してないってこと、ね、もちろん練習してないで、であと選手がちょっと我が強くなったんじゃないですか、ショートしか嫌ですみたいなとか。井端さんの頃はいや、もう、まあ、出れ試合出れないどこでやりますっていう感じなん で やったことない外野も星野さんにまあ、外野やったことあるのかってありますとか言って嘘ついたこともありますよ。試合出れるなら、少年野球の最初の玉拾いぐらいのライトぐらいしかないんで。あれメンバー24人、ピッチャーが7、8人。ピッチャーがね、いやもうちょいいくと思う、11人ぐらいいっちゃうんじゃないですか。半分ぐらいピッチャー。そう、やっぱり普通にこうない球数制限ないんだけど、こう順調にここ勝って勝って勝ってってこうで予選通って決勝まで行く道のりが順調にいけばそんなにいらないと思うんだけど、ここで負けたら次試合とか、こう連戦になってきた時とかにね、4枚じゃ効かなくて5枚も必要になってくる時も考えたりとかすると11人ぐらいは必要だじゃないかなとは思うんでね、まあ、例えば11人ピッチャーっていうことは13人野手のうち今9人、はい、っていうことはあると4人しかもう野手選べないんですよ、これ以外に。でもキャッチャーの控えは絶対絶対いるからね。もう一人キャッチャーは僕は広島の相澤選手だと思ってるんですけど、ただ森選手を選んでるんですけど、はい、でも森選手っていうのはキャッチャーもできるし打つ方で DH とか、ね、ファーストも守れるんじゃないかっていうことでちょっと名前も挙げてるんですよ、控えはもう正直全ポジション守れる選手とか、もう最高ですよね、足があってとか2つ3つ、そんなに控え枠はないんで、だから内野なら全ポジションいけます、外野なら全部いけます、昔のだから井端選手、ね、だからもう自分で思うんですよ、自分がいれば楽だなと思うよね、内野の内野の控えに入れとけば。そう、本当そうなのね。いろんなポジションを守れるっていうことで、だから何かにこう優れている、まあ、職人みたいな人よりはいろんなことができる、もうユーティリティの方が必要、必要ですね、控えではね。あとだから周東選手、ヒュート選手も内野も外野も守れるし、プレミアでね有名になりましたけども、あの足っていうのはやっぱり魅力的ですから、そうですね、今のだからシュート選手とか非常にいいですよね。だから去年ショートもね、やったりセカンドもやったりで、そのまでも外野もできるし、足も最強に速いし、足はね本当に魅力的だし、そうするとそのリザーブにシュート選手がいるということでの、まあ、安心感、そうですね、誰かがこう控えで行く一番手かなとは思うんですよね、まずはこうダイソーからだと思うんですよ。でも誰のダイソーにも行けんなっていうのでは楽だと思うんですよね。他リザーブの選手を選ぶときにどういうことをポイントにしてらっしゃいますか。まあ、複数ポジションとあともう一つあればいいですよね、武器が、あ、シュート選手の足みたいな、例えば、ね、森選手キャッチャープラス DH も、ね、代打もいけるし、やっぱ山田選手だって足あるし、守れるし打てるしで、まあ、レギュラー候補ですよね、そうなってくれると、であとはそれで控えである程度全部ポジションが決まったなってなると、まあ、僕の仕事は終わりかなとは思うんですよね。あれ最終選考はいつになるの。いやもう6月に発表されてると思うんですよね、それはギリギリまで、ま、そうね、だったら4月5月のそういう、これ4月5月は忙しいよ俺も、だ4月5月の
もうペナントレース始まってるわけでしょ、うん、そこでやっぱり絶好調の選手を呼ぶっていうのも一つの手ですよね、うん、このメンバーに入ってないでも、うん、一番困るのはどうなの、絶好調4月5月よりなだらかにこう来てる選手がいるよね。だからみんなこう候補に選んでる選手が4月ぐらいにから5月に向けてと6月に向けて、あ来たらとうとうっていう、うん、試合が7月本番は8月4月の終わりぐらいね、うん、難しいな選ぶの。もう本当に選んだけど、まあ今状態普通です、ね、もう6月で選んじゃったらしょうがないんで、で4月ぐらいから上がってきたねっていう感じの選手がいいけどね、オールスターに向けてそこからガーッと落ちてくるっていう可能性もあるわけだから、最初バーンっていくっていうのはどうですか。怖いですよね、そのまま持つのか、持つのかなっていうのと、本来こうねオリンピックあるとしてもずっとやってますんで、その辺の調整っていうのは大丈夫なのかなと思うんで、あとはもう本当に6月とか選んだ時点でその選手が怪我してないことですよね。怪我してなんか大丈夫いけますって言ってこう、ね、最高のパフォーマンスができないっていうのが一番困るんで、うん、その7月の時に選んだ選手が怪我して選手交代ってできるの可能、はい、そうなるとこう、ね、最高の、ね、サブの人を選んでたのが怪我されたら、まあ、それはそれでもうパズルが組み合わなくなるんで、そこが一番怖いなとは思ってるんですよね。こっからですよ、うん、まあ、キャンプはまだあれなんですけど、やっぱり開幕してからが忙しくなるなとは思うんですよね。だけどあとはもうこんなに 今の状態が続くとなかなか僕らもね見に行ってもですから、テレビをね6画面買うしかないですよね、6本どっかのテレビ局みたいな感じ、テレビ局みたいな、こうやってずっと家で、まあまあこれ言っていいのか分かんないですけど、 LINE グループで来ましたもんね、田中将大候補に入れますっていうのは、うん、そりゃそうだろうって。